こんにちは。沖縄カエル紹介のバラです。今日はね、とってもいい天気で、ヤンバルに今日も来てます。で、今日はですね、ちょっと普段と違って森の中にあんまり入らずに林道からね、このヤンバルの森の様子をお伝えしたいと思います。だいぶね、新緑が増えてきて、緑が輝いてます。なのでね、この新緑の様子をお伝えしたいと思います。あとですね、林道沿いでいくつかね、花を咲かせているものもあると思うので、ちょっとね、それと合わせてご紹介したいと思います。では行きましょう。さあ、新緑の具合どうでしょうか。わあ、めっちゃ天気いいね。おお、だいぶ緑増えてきてます。いやー、やっぱり春が一番森きれいだな。2月の下旬からですね、何度かここからの風景をお届けしていますけれども、いやー、もうすごいね、きれいな景色に変わってきましたね。最初はね、緑ポツポツでしたけど、新緑の緑がポツポツでしたけれども、もう黄緑色やら、ちょっとね、赤みを帯びた緑やら、いやー、樹冠のこの絨毯がすごい綺麗です。ちょっと樹冠をアップにして今撮ってるところです。このね、色に注目してほしいんですけれども、樹冠がね、あの黄緑色のやつもあれば、ちょっとね、深い緑の部分もあるし、それからちょっとね、オレンジ色っぽいね、色をしているものもありますね。まあ、これはですね、ヤンバルの森っていうのがスダジーだけでなくて、ね、まあ、スダジーであったり、沖縄ウラジロガシであったり、イジュであったり、ヒメユズリハであったり、フカノキであったりとですね、まあ、多種多様な樹木で構成されているため、こうね、樹冠がね、いろんな色をしているんですね。こう新緑の時期になるとですね、ああ、ヤンバルの森がね、すごくいろんな木で構成されているんだなっていうのがよくわかります。ちょっとね、その辺もね、注目してみていただけるといいですね。いろんな、ね、色の新緑がありますよという話をさっきしましたけれども、中にはね、こういうね、金色に輝くような新緑もありますね。新芽もありますね。これはね、白ダモというね、まあ、植物の新芽が出てるところですね。いやー、これがね、全部金だったらな、もっといいカメラ買えるのになと思いますね。このですね、地味な花は、これも花なんですけれども、これはですね、ヒメユズリハというですね、まあ、香木の花ですね。高い木の花になります。このヒメユズリハはですね、ヤンバルの森の中でも、もうごくごく普通に見られる樹木の一つです。福島よりね、本州のもう福島より南の方に生えているそうです。このヒメユズリハはシユイカブ、まあ、オスの木とメスの木があるらしいんですけれども、これは、まあ、雄花だと思います、ね、こういう、もういつもなんかね、ちっちゃなマニアックな花ばっかり紹介して申し訳ない気もしますけれども、こういうね、
小さいね、全然花っぽくない花を咲かせています。このね、白い可愛らしい花は、これはね、シャリンバイというね、木の低木の花ですね。春先にこういうね、白い花をたくさんつけます。時々ね、植え込みにもね、使われていることありますね、道路沿いの。今映ってる木はですね、これはタイミンタチバナというですね、まあ、昇降木のあまり高くならない木の、様子なんですけれども、これにね、ズンズンズンと近づいていくと、小さいの分かりますかね。これ今ね、タイミンタチバナの花が咲いているところですね。まあ、関東よりね、南の方に生えている木で、ヤンバルの森でもですね、まあ普通に見られる木です。まあこうやってね、地味な花を咲かせてますね。ね、こういう花を咲かせる木もあります。タイミンタチバナでした。林道脇ではですね、この前の動画でも紹介したんですけれども、ムカゴソウというね、ランが咲いてます。まあ、こういう緑の花の地味なランなんですけれども、これもね、でも絶滅危惧種の一つですね。沖縄の林道沿いでは、特にやんばるでは、まあ、かなり普通にあるんですけれども、本土の方ではね、結構これ珍しいんだそうです。まあ、この株は結構高さある方かな、20センチぐらい花が伸びていっぱい花つけてくれてますね。で、先ほどのムカゴソウのすぐ脇では、これはね、まあ中南部の公園の芝生の中にも生えていて、結構ご存知の方も多いと思いますけれども、南国ネジ花と言いますね。花がこうねじれるようについていて、まあ、これもね、こんなちっちゃい花なんですけれど、これはね、ピンク色で可愛いですね。小さいながらも、まあ、ランっていう感じがしますね。ちょっとね、風が強くて揺れてますけれども、またね、ちょっと地味な花を紹介しますと、これはね、イヌガシという木のですね、花ですね。さっきね、白ダモの新芽を取ったんですけれども、普段ね、この白ダモとイヌガシっていうのはちょっとね、葉っぱが結構似ていてですね、私なかなか見分けがつかないんですけれども、白ダモはね、この時期になるとさっき見たような金色の新芽が出て、イヌガシはね、こういうね、赤い花をつけるので、簡単にこの時期見分けがつきますね。まあ、白ダモはね、花はこんな赤くなくて、なんていうのかな、ベージュ色の色をしているので、花もまあ全然違うんですけれども、これはイヌガシですね。木はね、こんな結構高くなる大きい木なんですけれども、花はね、ちっちゃい花をつけてます。
こんにちは、沖縄カエル紹介のバラです。今日からね、ちょっとねマイク使ってみてるんですけれども、では行きましょう。ね、新緑も輝いてるけど、髪の毛も赤く染め直したので、私の髪も輝いてます。ちなみに眼鏡も新調しました。